中国の四川温柔紫春天津宇治先鮮ウェイノフライの春雨に粉末スープ調味油フォークがついています。麺は細めで輪郭は曖昧です。かなり柔らかく伸びたゴムのようでもあります。同社の普通の春雨とは全然違う食感です。麺の色が紫色だからといって特殊な味や香りがするわけではありません。スープは濃い色で濁り感は少ないです。調味油の油が結構多く、食べると唇がテカテカ光ります。旨味は化学調味料的で猛烈に強く、ちょっと嫌悪感を感じるほどです。刺激は弱く、口当たりはマイルドです。具の大豆は硬く、あまり香ばしくはありません。ちょっと邪魔に感じます。歯ごたえのない麺と人工的な旨味のスープは食べ続けることがちょっと苦痛に感じました。